お疲れ様です。加藤です。ですね、今自分シンガポールに来てます。2日間ほどシンガポールでミーティングがあるので、それに合わせてちょっとシンガポールに来たんですけど、まあどうせなら僕考えてみれば仕事がほとんどリモートなわけだし、前乗りして、しかも後までいて1週間ぐらいシンガポールで働きながら観光しようかなと思って早く来ちゃいました。それにしてもシンガポールは意外とマスクしてますね。マスクが必着みたいです。思ってるよりもみんなマスクしててちょっと驚きました。羽田の国際線から来たんですけど、すごい人出が戻ってきて、なんかちょっと安心しましたね。まあおかげでコロナは今めちゃくちゃ再び増えてるからいいかどうかわかんないですけど、羽田を昼の11時半に出発して、今こっちが18時半じゃないか、17時半到着ですね。時差が1時間あるんで、まあ7時間のフライトっていう感じです。実は僕シンガポール、東南アジア自体はすごい頻繁に来てたんですけど、仕事でシンガポールって一回も来たことがないんですよね。なんでちょっとどんな街なのか楽しみです。というわけでバゲージ取って、市内に向かおうと思います。いやすごいですね、これチャンギ空港の中なんですけど、今荷物取って出てきたばっかなんですけど、すごいな。やっぱシンガポールって、いや当たり前ですけどすごい洗練されてますね。空港に降りてトイレ行った時からあれ羽田より綺麗なんじゃないかって思ってたんですけど、すごいな。なんかちょ空港の中にちょっとしたリゾート地みたいになってますね。なんかこういうの見るだけでもちょっと楽しみです。いやーすごいですね、チャンギ空港。なんかちょっとした百貨店みたいですよ、モールっていうか。でパッと2、30分で着きました。向こうセントーサ島ですね。でこのセントーサ島のすぐ目の前にあるのが、トラブロッチハーバーフロントというホテルです。トラブロッチはイギリスのなんかすごいでっかいチェーンですね。いやどんな感じなんだろう。結構綺麗ですね。はい、ハロー。いやー来ました、クイーンズベッドのルームのはずですね。超こじんまり、すごいこじんまりですね。ビジネスホテルって感じだな。あれがセントーサ島かですね。向こうはセントーサですね、有名な、まあ、カジノとか、あとユニバーサルスタジオのシンガポールとかがあっちにあるはずですね。まあ今回は出張で来てるんで別にそういうとこには行かないですけど、こんな感じか。一応コーポレートのディスカウントを使っても1万5000円ぐらいするんですけど、やっぱシンガポールいろいろ高いですね。当たり前ですけど、でも綺麗だな。まあこんなもんかもしれないですね。やっぱ都会ですね、シンガポールは。
かくさってちょっとイージーリンクっていうカードを買ったので乗ってみたいと思います。すごい、なんかハトバスみたいになってます。観光バスのようなこんなのがあってイージーカードって言って、あの公共交通機関のプリペイドスイカみたいなやつになってるみたいですね。タクシーで移動するのもいいんですけどね。こうやって公共の交通機関で移動するのが面白いですよね。知らないことばっかりだから。ホテルに荷物置いたんでマーライオンを見に来ました。マーライオンパークですね。あそこにあるのがマーライオンか。でもこっちからだと反対向いてますねいやしかし綺麗ですね。洗練されてるな。なんかでっかいスタジアムがありますね。すごい、あれが有名なマリナベイサンズですね。いやでもなんか今30度ぐらいなんですけど、やっぱ蒸し暑いですね。東南アジア歩いてるって感じだな。なんか東南アジアに来るのはコロナ以来ぶりなんで、多分2年半どころか3年近くぶりに来ましたけど、東京の方が暑いですね。シンガポールに来て降り立ったらやっぱちょっと蒸し暑いなと思ったんですけど、あこれ東京の方が暑いなって思います。あれですね、あの今8時ちょっと回ったところなんですけど、7時半ぐらいまでは結構明るくて、やっぱそれがちょっと南の赤道の方まで来たなって感じですね。あれマーライオンじゃん。あここにあるの、あれあっちのは何なんだ。おお、マーライオンがこんなところにありますね。すごい。なんでこれ口から水を入ってんでしょうね。すごいすごい。なんかあそこ開くようになってますね。メンテナンスでもするのかな。あ、この土台はなんか波みたいになってるんですね。やっぱりなんていうか海洋国家っぽい感じがしていいですね。これはシンガポールっぽいな。あ、水しぶきがこっちに来ると風の関係かな、めっちゃ飛んできます。めっちゃアメリカっぽい、アメリカじゃない、シンガポールっぽいですね。マーライオン。すごい。やっぱめちゃくちゃ観光客が来てますね。まあそりゃそうか。すごい。
あーでもこうやって見ると後ろすごいですね。金融街なんだ。アメリカでいつや中国の会社が、まあ、イギリス、あ、MUFG、日本のもありますね。なるほど。とりあえず最初の夜なんでシンガポールっぽいところに来れて満足ですね。さてどうしようかな。あ、この橋を渡った向こうに、なんかシンガポールのグルメ雑誌、まあ、いわゆるメディアのカンパニー媒体社が作ったあの屋台街、あのフーカーズがあるらしいですよね。ちょっとそっちの方に行ってみようと思います。このさっきのマーライオンが向こうの方にあるんですけど、これの向かい側にあるこれですね。これがマカンスープラグリッテンズベイっていう、あ、マスク、あ、いや、大丈夫。マスク外してたらマスクしなさいと係の人に言われました。あ、なるほど。やっぱり結構厳しくちゃんとなってるんですね。すごい、いろいろあるね。めちゃくちゃ面白いだ。いいですね。あ、ここ書いてある、マカンスープラグリッテンズベイ。マカンスープラ、何色なんだろう、カミレオンとかなんですかね。あ、さて、いいな。あれでもなんかこれちょっと危ないな、もしキャッシュオンリー、キャッシュオンリーって書いてある。やばいな。空港から来てここも行ってないからキャッシュ持ってないんですよね。こらしくじった。なんかシンガポールすごい先進的な感じを受けていたんで、全部電子マネーで決済かと思ったら、もしくはクレジットカードかと思ったら、まあ、さすがにこういう屋台はそんなことないっすね。やばいな、 ATM あんのかな。 ATM がないとご飯食べれないことになっちゃいますね。まあ、よかった、 ATM すぐありました。こんなところに ATM が、いや助かりました。持つべきものはクレジットカードですね、本当に。終わった終わった。なんかこんなの渡されました。あそこの店で買ったんですけど、ラクサ食べてみたいなと思ったら、ラクサも売り切れだからってことで、ホッケン麺、ホッケン麺頼んでみました。まあ、どんなのが来るか楽しみですけど、どれ、うん、っていうお店の名前なんですかね、ちょっとわかんないですけど、ここ見てみたら、まあ、あそこだけイタリアンですけど、あとは中華、あっちの方がラクサとかのインドネシア、まあ、インドネシアマレーシアって感じですけど、いや、あとあそこがカレーか、カレー屋があって、あっちの方が完全に飲み物でしたね。あ、なんかそんな感じの並びになってました。いや、ホッケン麺ですね。 6.5 ドルですから、こんだけ物価の高い国に来た割にはやっぱりこれは安いですね。しかし驚きなのはこれですね。ちょっとフィリピンとかでよくある何でしたっけ、お酒とかによく入れるちっちゃいフルーツと、あとこの辛みはあんま本国だとなかなかないですよね。まあ、ちょっと食べてみたいと思います。
美味しい。これは唐辛子とかじゃなくて、あ、辛い辛い辛いけれども、なんか豆板醤とかああいう味噌系ですね。これは、あ、ここら辺もやっぱ中華風なんだな。うん、美味しい。ちょっとマレーシアとかで食べるホッケ麺ってほとんど変わらないですね。うん、日本で食べるよりやっぱ麺が弱いですね。このコシがない感じ、なんか東南アジアで麺を食ってるなって感じですけど、うん、面白いです。これ美味しい。県民だからかもしれないですけど、思ってたより油っぽくないですね。美味しい。へえ、6.5ドル。今あれですね、あのなんか昨年ぐらい1ドル80円だったのに、今めちゃくちゃ上がってきちゃったから1ドル100円ぐらいなので650円ぐらいですね。で、まあこれ食べ終わったらそこにトレー戻すところがあるので、そこに戻すみたいな。ほんとフードコートですね。というわけで、1週間ほど、シンガポールでワーケーションしてみたいと思います。というわけで1日目はこれで終わりです。お疲れ様でした。失礼します。